はい、どうもビターズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。というわけで今回、紹介するレンズですが、もう過去最高にボロボロかもしれないですが、ミノルタの MCW6 コール SI、F2.5 28mm というレンズで、ございます。もうこれこそ完全ジャンクっていうね、感じの、顔も面構えになってますけども、開放 2.5 っていうことで、28mm 広角レンズの中ではですね、僕の持ってる中では一番明るいレンズ、唯一の F2.5 の 28mm でございまして、なんでこんなにボロボロかって言いますと、まあ、油汚れみたいなのがちょっとレンズの内部にある状態で購入しまして、でまあええわと思って、すぐ撮れるやろうと思って、で僕はあんまりこの前撮るの好きじゃないんで、後ろ側から、ね、マウント側から分解していって、でもうちょちょいのちょいと綿棒で拭き取って終わりやと思って開けていったんですけど、後ろ側からじゃあですね、ちょっと、その汚れてる部分にアクセスできなかったんですね。後ろ側からアクセスできるのが、絞りバネを、超えた次の面だけなんで、でその実際汚れてたのがその次の面なんです。絞りバネの、先にあるやつのもう一個先にある部分が汚れてまして、で、前を開けようと、前から嫌やけど開けようと思ったんですけど、買った時にもここがね、あの端っこが完全落とした跡があって、歪んでたんです。でこれ本当はあのカニメレンチっていうので、こうぐるぐるってこう回して簡単に取り外せるんですけど、それがもうどうしても引っかかって無理やと、でいろいろ、やってなんかいい方法ないかなと思いながらやって、何やってもあかんなと思って、最終的に僕ドリルで隙間穴開けて、でそれでも回らなくて、で結局、ここのフィルターをねじ込む縁の部分をちぎりました。今これステップアップリングかなをつけて、このレンズのね、あの顔の部分ちゃんとつけれるように、これがないとさすがにちょっと使うのがなんかかっこ悪すぎるんで、これせめて使いたいと、ボロボロやけど、ということでステップアップリング無理やりこれつけて、これボンドでつけてますけどね、つけて先っちょの部分は、捏造をしております。本来は、ミノルタで言うと、よいしょ、こういう風なあの、まあ、ここの銀色に相当部分です、銀色に相当する部分ですね、をここちぎってると、でステップアップリングをつけてるというわけで、かなりもうむちゃくちゃなんですけど、まあこのステップアップリングつけてるのと、あともうこれドリルで穴開けたせいでもうネジのはめ込みができないということで、ちょっと本来もうちょっと下まで行くんですけど隙間が空いてるんですよ。で、これ広角 28mm のレンズなんで、若干おそらくここですね、この縁の部分が干渉してしまってて蹴られるっていうね、もう最悪の結果になってますけど、まあ使えるようにはなりました。ただ、使ってる間にまた別の箇所がおかしくなってヘリコイドが回らなくなるっていうね、もうパンフォーカス状態、中途半端な位置で、ということで、なかなかついてないレンズなんですけど、スペック的にはかなり素晴らしいレンズですね。 F2.5 の明るさで 28mm ということで、これなんや、これ F1.8 55mm なんですけど、まあ、これと比べても大きいですよね、サイズが。顔は一緒ぐらいの大きさ、まあレンズ自体はねちっちゃいですけど、あとですね、この中のレンズ、貼り合わせレンズが結構分厚いのが入ってるんですけど、それが、完全末期機になってるっていう、応変するっていうんですかね、っていう、まあ病も抱えてると、
ただまあ、ホワイトバランスでなんとか、ごまかせるものかなということで、使ってまいりましたので、作例をご覧いただきたいなと思います。すごい広角レンズ楽しいって思いながらもですね、実際撮ってみたらそんなに大したもの撮れてないなっていうことで、まあ使い慣れてないっていうのが大きいですね。 28mm のレンズっていうのもやっぱりフルサイズで使わないとせっかくの画角活かせませんので、今までマイクロフォーサーズやらネックスやらで使う分には全然、まあ、50mm の焦点距離とかぐらいに、なってる中では良かったんですけど、やっぱ広角がっつり広角になると結構何撮っていいかわからへんっていうね、難しいですね。情報をこう映ってる、こう一つの画面に映ってる情報をどれだけそぎ落としつつ残すかみたいなね、必要なもの不要なものっていうのをどう角度変えたりとか距離変えたりでどう整理するのかみたいな、ところはすごい頭使うなと、思いました。なんか今日カメラ屋さん行った時もね、カメラやってるとやっぱり頭を使いますからねみたいな話をね、結構年配の方とお店の、方が話してたのを聞いてたりもして、なんかすごい頭使うんやな写真ってって思ってました。正直望遠レンズとかやとそんなに何も考えてないんですけど、広角レンズ難しいなっていう話で、ございます。では作例を撮ってきておりますので、ちょっとね途中でフォーカスのリングが壊れちゃったんで、枚数少ないんですけど、よろしければご覧ください。またね近々、レンズ直してなんとか撮りたいなとも思ったんですけど、このなんとか直すぞっていうので、もうめちゃくちゃ指怪我しちゃったんですよね。なので当分ちょっとこのレンズ触りたくないっていうね、ドライバーやらなんやらでこうグリーってえぐってしまったんですね、何か所か。なのでまあこれ絆創膏貼ってますからいいですけど、絆創膏貼ってなかったらもう完全放送禁止な感じですわ。まあそんな話は置いといて作例をご覧いただきたいなと思います。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例をどうぞ。